v への戦いは、507年春に、ガリアの西豪と王国領北部の沼地、現在のポワチエに近い VA 付近で、クロービス一世い率いるフランク王国軍と、アラリック二世い率いる西豪と王国軍が衝突した戦争。フランク軍がアラリック二世を打ち取って勝利し、5世紀末から両者の間で続いた、フランク、西豪と戦争に決着がついた。一気打ちで、 アラリック二世を倒すクロビス一世。15世紀の細密がクロビス一世のフランク王国は、ライン川東岸のアレマンジニアローヌ川強国のブルグント人を破って勢力を拡大し、アックイタニアとヒスパニアを支配するアラリック二世にとって脅威となりつつあった。東強盗テオドリックが仲介を試みたが、失敗し、クロビス一世は、 アクイタニアとアラリック二世の根拠地、トゥールーズの征服に乗り出した。対するアラリック二世は、自身の軍とクレルモンのアポッリナリス率いるオーベルニュの民兵軍を合わせてガリアのフランク軍を迎撃しに向かった。クロビス一世の軍勢は、雨で増水したビエンヌ川に一時足止めを受けたものの、西元軍と遭遇するまでに v ンの南まで、沈軍できた。彼は、 当社武器兵を自軍の側面に配置し、残りを押し出して、白兵戦を挑んだ。アラリック2世の西ゴート軍は、数や装備の質で勝っていたものの、アポッディナリスを除く、オーベルジュ軍の指揮官が全員死んでしまったため、動揺が起きた。伝えられるところによれば、クロビス1世は、乱戦の中で自らアラリック2世を撃ち取ったという、王を失った西ゴート軍は回想した。 クロビス一世とフランク軍は南進を続けてトゥールーズを占領し西ゴート王の財宝を略奪した。戦闘に勝利したクロビス一世は東ローマ皇帝アナスタシウス一世から名誉職として失政官とパトリキウスの地位を与えられた。西ゴート王国はセプティマニアに撤退して勢力を保持したがトゥールーズをはじめとした南フランスの大部分を フランク王国に奪われた。アラリック2世の諸子、ゲサリックは、ナルボンヌを拠点として、反撃の気を伺ったが、フランク王国と同盟した、ブルグント王国に、ここを奪われた後廃位され、後に殺害された。クロビス1世は、最終的にアングレームからも西ゴート勢力を追い出し、息子テウデリック1世は、ヒスパニアの西ゴート人も破った。ありがとうございます。